はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村の農業日記という、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、今日はね3月の27日の、今日水曜日に撮影しております。今日ね、ちょっと動画の方でもちょっと話して第3子が生まれてですね、今日退院なんですよ。でこれからね、病院迎えに行ったりとかで、ね、なんか割とちょっとバタバタしてて、なんか今まで僕ね、子育てっていうのは正直ですね、ほぼやってないんですよ。自分で言うのもなんですけど、もう自慢げに言うことじゃないんですよ、これ。ほぼやってないんです。ほんと奥さんに丸投げしてたんですけど、昨日、初めて子供たち二人と僕一緒に寝たんですけど、こんな大変なんかってぐらいね、奥さんすごいなと思って、早く奥さん帰ってきてくんないかなと思ってて、早く迎えに行ってね、どうにかね、火事からちょっと逃れたいなっていうのがありますところで。で、今日の動画のテーマの内容、今日はですね、こちら、いちご狩りのハウスの方に来てるので、こちらね、今回はミルキーベリーのちょっと品種の、ご紹介というかね、今回作ってみて、3年目ぐらいになりますんで、そちらのね、感想をちょっとご紹介動画になりますので、ぜひぜひご覧ください。では早速、行ってみよう。では本日なんですが、こちらいちご狩りのハウスの方に来ておりますので、今回はね、ミルキーベリーを主体としてちょっとね、生育状況とかポイントとかですね、栽培してみた感想のご紹介お願いします。はい、こんにちは。メリクリーじゃなくてミルキーベリーですね。白いちごなんですけど、ここ数年、作ってるんですけど、なかなか難しい。何とか言ったことがあるんですけど、どうしてもね、いちご狩りでは白を食べたいっていうお客さんがたくさんいる。でもなかなか栽培してみた結果、難しい。なんで難しいかって言ったら、前も言ったかもしれないんですけど、枯れちゃう、枯れちゃうからどうしようもないっていうことで、この辺、見てもらうと分かるんですけど、この中でね、もうこれもまた枯れてきた。ランナーを刺した方がいいってことで、ランナーも刺して、約11月、10月の末の頃からね、9月定植して10月の末の頃から、毎日夜の中、20頭あるイチゴ狩りのハウスの方に入って刺してました。だから細かく植えてあるんですけど、ここはまだいい方です。花芽のあまりやね、実のなりはとてもいいのよ、これ。だから、枯れなければいい品種なんですけど、枯れちゃうから、どうしても難しいっちゅうんですか。で、今でもランナーは残してあるやつもあります。一度全部切ったんですけど、中には残したところもあるんですけど、何がちらまだ分かってません。ランナーを刺したらいいかと思って刺してみたら、刺したランナーが枯れたり。これちょうどさ、もう3月末なんですけど、それでもね、しっかりしててもこういう風に枯れてくる。これは完全に枯れますね。クラウン部分がもう色ついてますから、問題は親から来てるやつが、色がね、ちょっと変色してきたらもう、クラウンの方に侵食して、これも枯れるっていう感じですね。でも、来年も作りたいっちのは、あるんで、工夫してみてどういう風にしか、もう枯れるのを前提にして作るほかないのかなと思います。新規収納なんかの人もね、城を作るのはとても難しいんで、ちょっとね、赤で、頑張ってから城、どっちか始めても同じかな。呼び苗をたくさん、残しておいて、枯れたら植え捨てるっていうようなことを聞いたこともあるんで、でも、時間がロスしたり、資材費も高騰してますから、いろいろ、技術を高めるほかないんですけど、枯れちゃう。でも人気がある。城を残していかないとね、栃木県の方の城っていう、いちご文化がなくなっちゃうと大変なんで、私は作り続けたいと思うんですけど、でも枯れちゃうんで、何かいい方法を考えていかないとまずいなっちゅうとこがありますね。100% 枯れるよりね、4割ぐらい枯れちゃうから、もう半分ぐらいは予備苗を残しとくか、その予備苗がまた枯れちゃうっていうことなんで、そこのところはね、いたちごっこになっちゃうかもしれないんですけど、工夫しながら、白っていうイチゴのね、面白い文化を残していきたいと思います。そんなとこです。はい。じゃあ最後にこちらのハウスなんですけど、ね、ちょっとイチゴのハウスの全体ちょっと見させてもらいますね。このように、
香りのとか、あやっぱりこのとちあいかの方がね伸びがいいような感じですね。はいはい、わかりました、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、ミルキーベリーのね、生育状況と、まあ、栽培してみての感想をですね、ご紹介の動画に、ね、まあ、なりました。いかがだったでしょうか。これね、ミルキーベリーね、難しいんですよ。僕の方の圃場でも作ってるんですけど、まあ、4割ぐらいはもう枯れたかなって感じで、なんだろうね。今年に限ればね、収穫の圃場の方は無肥料でやって、もう液肥で送っていくって感じで、ミルキーベリーの方はいろいろちょっとこだわってやったんですけど、それでも枯れたんで、もう正直僕の感想としては打つってなしって感じです。もう本当に難しい品種なんで、ただね、これね、なるんですよ。枯れなければ非常になるんですけど、その前段階で枯れていくっていうところで、本当難しい品種なんで、これ入れる方はね、本当に頑張ってくださいってところしか言えないかな。何がいいかっていうのはちょっと僕も答えが分かりませんってところで、まあ、まとめという形にさせていただきます。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録どうもよろしくお願いいたします。ではですね、次回も動画撮っていきますので、ぜひご覧ください。最後いきます。これが農業です。こんにちは、いつも一言っていうことなんですけど、季節も変わって、やっと春らしくなってきたような気がします。いちごの親苗を植える準備と植えてる段階なんですけど、なかなか進まない。いや、それはこちらもやってあちらもやってっていう感じになってるんで、新規就農なんかの人はもう特に、仕事の配分をしていかないと、なかなかね、苗の方の確保が難しいと思うんで、苗七部作って何度でも言ってるんですけど、苗をうまく育てられる人はこちらでハウスの方で生産するのもうまくできるっていう、これは決まりきったことで目が届くっていうことで、昔の人はよくいいことを言ってたんで、これを見てる新規就農なんかの人も特にね、4月の上旬までには絶対、親株を植えて、来年の準備、絶対にやっとかないとランナーの出が悪くなる。8月になってランナーをいじってたり、刺してたりすると枯れるたり炭素、硫黄が出やすくなりますから、例年、毎年暑くなってきたんで、苗は早く、親苗の方は早く定食の方をお願いしますってとこですね、今日は。はい、そんなとこです。はい、ですね、次回の動画でお送りになります。次回の動画なんですが、3月の29日金曜日配信になります。苗落としなんですが、3月もね、もう終わりになりますので、4月のですね、まあ、管理についてのね、授業1本取っていこうかなと思いますんで、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。